どうなんだ、南條先生。考察ですな。ほら、ご覧なさい。首にくっきりと何か細いもので締めた跡が残っている。だが、まさかこっちが主たる死因のわけはねえだろうよ。これで頭、胸、腹、膝、足の5つをえぐられた死体が出たわけね。第8の番まではこれで終わったわ。続くは第9の番なの。魔女はよみがえり、誰も生き残れはしない。上等だぜ。魔女がよみがえるってことは、犯人が堂々と姿を現してくれるってことなんだろう。何が誰も生き残れないだ。私が殺してやる。父さんと母さんを殺した犯人を、この手で絶対に殺してやる。ジョージが見つかってないわ。ジェシカちゃんたちはここにいたければいるといい。私は屋敷へ行くわ。エヴァさん、バラバラに行動してはいけない。みんなで一緒に行動しなくては危険です。兄さんたちはもうどうしようもないわ。でもジョージはまだどこかで生きているかもしれない。ここで時間を潰してる暇はないのよ。ジェシカちゃんはここでお父さんとお母さんのそばにいるといい。私はちょっと屋敷に行ってくるわ。バトラ君も南條先生もここにいてくれていい。
私がこの手でぶっ殺して必ず仇を取ってやる。行こうぜバトラ。犯人を見つけたら邪魔をするなよ。私が絶対に殺す。俺も親父たちの仇があるんだ。悪いが早いもん勝ちだぜ。はあ、そうだな、ぶっ殺してやろうぜ。ジョージ、ジョージ、聞こえたら返事をしなさい。ジョージ。これは。南條先生、ちょっと来てもらえるかしら。な、何事ですかな。確かにこんな数字が書かれていた記憶はありません。ええ、なかったわ。不気味な魔法文字みたいなのは書かれていたけど、数字は書かれていなかった。どうせ魔法的な意味があるんだろうぜ。深く考えたって意味なんかあるわけもないさ。魔法陣というものかもしれませんが、ある種の数字遊びに魔除けが宿るという考え方です。どの列を足しても同じ数字になるみたいなものを皆さんも見聞きしたことがおありでしょう。あれは四角形の中に埋めた数字の話じゃなかった。これは横一列だもの。何の意味があるのかさっぱりだわ。多分ジェシカちゃんの言うのが正解よ。私たちが深く考えたところで意味なんか何もないわ。
これ日にちとかな。日にち？何の話？いや偶然だろうけどな、俺の誕生日7月15日なんだ。0715が7月15日を示すのかなって思ったら、1129もほら、その11月29日って読んだらちょうど語呂がいいかなって思って。なんでパトラの誕生日がこんなとこに書いてあるんだよ。そして11月29日ってなんだよ。俺が知りてえぜ。まあそのたまたまの偶然だろうけどな、そう考えたらなんだか不気味になっちまったぜ。11月29日が誰かの誕生日だったりとかするのか。うちの家族は違うぜ。親父もキリエさんもエンジェも違う。もちろん俺のおふくろもだ。心当たりがありませんが、金蔵さんの誕生日でも源氏さんの誕生日でもないはずだ。うちの家族も違うわよ。ローザやマリアちゃんでもないわ。うちの家族だって違うぜ。カノン君も違うし、シャノンも違う。私、使用人の人の誕生日にはちゃんとプレゼント渡してるからみんな知ってるけど、11月29日に誕生日の人間なんて知らないぜ。ジョージ、しっかりして。ジョージ、南條先生、早く。
やめなさい。こんな時に争ってどうするんですか。ジェシカさん、やめなさい。エヴァおばさんが父さんたちを殺したんだ。他に説明がつかない。何をバカなことを。あんたのお父さんたちなんか知るわけないでしょ。ゲストハウスの1階にいたのは誰だよ。エヴァおばさんだ。1階のロビーには父さんと母さんと、そしてエヴァおばさんがいた。生き残ったのは誰だ。エヴァおばさんだけだ。どうして。あんたが犯人だからに決まってるじゃないか。父さんと母さんを殺して外へ運び出して、しらじらしく鍵を閉めて、魔女の仕業なんかを装いやがったんだ。じゃあジョージはどうしていなくなったのよ。1階には降りてきてないのよ。じゃあ2階でいなくなったっていうの。2階には誰がいたのよ。あなたたちがいたんじゃない。あなたは知ってたんでしょ、ジョージがこっそりゲストハウスを抜け出すのを。そう、もう自分は何も知らないような顔を抜け抜けと。あんたがジョージを止めててくれれば、ジョージは、ジョージは。やめなさいというのに。ジェシカさんはずっといとこ部屋にいました。そしてエヴァさんもずっと1階のロビーにいました。そして2人とも何も悪くない。ただ家族を失って悲しいだけなんです。犯人なんか誰もいない、どこにもいない。ただただ魔女のせいなだけなんです。だからお二人で憎み合うのはやめなさい。大丈夫ですか、ジェシカさん。ジェシカさん。私のせいじゃないわよ。あんたがよせっていうのに突っかかってくるから。おいおい、どうしたってんだ。何事なんだ。大丈夫、落ち着いて。大した怪我ではありませんぞ。気をしっかり。痛い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 
母さんの仇、殺してやる、殺してやる。私じゃないわよ、私じゃない。ジェシカさん、傷に触りますから、それ以上騒がないで。さあ、使用人室に行きましょう。いいですかな。傷が痛んだりうずいたりするでしょうが、絶対に書いたり揉んだりしてはなりませんぞ。明日になったらすぐに眼科の先生のところへ行きましょう。あいつめ、本当は私を殺すつもりだったんだ。ほんのちょっと角度が悪かったら今頃殺されてた。絶対にあいつを警察へ突き出してやる。エヴァさんはそんなことはしませんぞ。あれは事故ですよ。事故なもんか。あいつが父さんと母さんを殺したんだ。この島には19人のも魔女もいるわけがない。あいつが全ての犯人なんだ。ゲストハウスの1階にはあいつだけがいた。父さんと母さんを殺し、それを見てしまったジョージ兄さんも口封じに殺したに違いない。爺様や使用人の人たちだってそうさ。きっとあいつは昨夜の親族会議の途中でこっそり抜け出し、みんなを殺したに違いない。もしそうならば、警察が調べればすぐに分かることです。警察はすごいですぞ。鑑識の手にかかれば分からぬことなどありません。私たちは誰かを疑ったり恨んだりする必要などないのです。全て警察が解決してくれます。だからジェシカさんは今は体を休め、目を楽にすることに専念するのです。あまり眉間にシワを寄せては、目にはもちろん美容にもよくありませんぞ。
さて、今度はエヴァさんの方が心配です。気に病まれていなければいいのですが。視力を失った人間って反魔法力も対魔法抵抗力もゼロになるんですって。つまり今のあんたはアイソレーテッドポーン。意味がわかるかしら。なんですと。南條先生、どうしたんです。わしには病弱の孫がおる。ここでは死ねんのだ。頼む、見逃してくれ。南條先生、南條先生。よせ、やめろ。第9の番に魔女はよみがえり、誰も生き残れはしない。ジェシカ、かわいそうにね。目を怪我しちゃったのね。なら、あなたは逃げることもできないわね。今から南條の死体でたっぷり遊ぶわ。それに飽きたら、次はあなたを殺してたっぷり遊んであげる。いいえ、せっかく目が見えないんだもの。殺してからだけじゃない、殺す前にもたっぷり遊んであげるわね。そこでしばらく震えながら待ってなさいね。南條の死体で私がどんな風に遊ぶのかをたっぷり想像しながら。
ぎやかね。レディーならおとなしくベッドに座って待っていなさい。霊場にふさわしい素敵な真っ赤な死に装束を与えてやるんだから。あなたを見つけた人が失神してしまいそうになるくらいのね。ジェシカも生き残れはしないでしょう。もとや誰も生き残れはしませんが。あやつ、カノンに恋心を寄せておった。わらわはそれをもてあそんだこともある。しかしそれは魔女として恥ずべきことであった。愛とは一なる元素、恋心はそれ以上に純粋で尊いものでございます。なぜかお嬢様はとてもそれを嫌われますが。お師匠様は言った。魔法とは人を幸せにするためにあると。わらわもかつてはそれを知っていたはずだった。そしてそれを忘れた時からわらわは魔女ではなくなっていたのだ。だからわらわはバトラの対戦相手の資格を失っていたのだ。まさかお嬢様、ジェシカを助けるおつもりですか。危険です。分かっても、どうせ助けても黄金鏡の扉が開けば魔女の宴の慰み者よ。しかしそれでもあやつの殺し方に比べれば数段慈悲深い。魔女の宴は恐るべき方法にて命を奪う、二度は奪う、生死をもてあそばる。しかしあやつは違う。何度でも殺す、面白半分で殺す。そこにはわずかほどの慈悲もない。そのような残酷な運命から救いたいと思う。確かにそれを行うことは良き魔女として称えられることでしょう。しかし新しきベアトリーチェ様はすでにお嬢様のことを敵視なされています。もう一度姿を見られることがあったなら今度は逃れるすべはありません。当時をシャノンに合わせた時、わらわはようやく魔女とはどういうものなのか、そして魔法とはどういうものなのか理解したのだ。わらわは魔女だ。魔女であらねばならぬ。そしてバトラに対戦相手だと認められ、今度こそバトラに魔女だと認めさせなければならぬのだ。しかし今ここでその一歩を踏み出さねば、わらわは魔女を名乗れぬのだ。
お気持ちはわかりますが、どうやってお救いになるつもりです。今のお嬢様の身に使える魔法は多くありません。シャノンを蘇らせる時ですが、ジョージの力を借りたではありませんか。だからこそ、ジェシカだけは救えるかもしれぬのだ。今のやつは、カノンに助けを求めている。その思いの力を借りれば、わらわの魔力にてもう一度、冥府の扉を叩けるかもしれない。叩けはするでしょう。しかし、魔力を使い切ります。新しきベアトリーチェ様にもし見つかったら、本当に逃れる術はありませんよ。私はすでにお嬢様の執事ではありません。いざという時お助けすることはできませんので、ご了承。承知しておるわ。わらわはこれまで数えることもできぬほどの命をもてあそび奪ってきた。ならばその罪は同じ数だけの命を救うことでしか。わらわに失うものなどないわ。名も魔力も引き継ぐ。今や魔女とも認められない。ただの黄金の蝶。バトラ様はどうなさるのですか。ゲームの途中です。彼はお嬢様がお戻りになるまで待つとおっしゃいました。ここで果てるようなことがあっても良いのですか。お嬢様にはマトラ様の向かいの席に戻る義務があるのです。だからこそだ。わらわにしか救えぬ命があるならば、わらわはそれを救う。そして魔女と認められるぞ。わらわ魔女にならねばならぬのだ。これが試練であるなら、これまでの悪行に見合わぬ幼稚なものよ。さあ姿を消せ。どうかつて黄金の魔女と呼ばれた一匹の蝶が最後となるかもしれぬ魔法を見るがいい。かしこまりました。黄金の魔女の名に恥じぬ魔法、拝見させてもらいます。願わくばそれが最後の魔法とならぬこと。行け我が友。もし行くが足りるなら、我が愚かなる生涯を記して、同じ道を歩もうとする愚か者に手を渡す。さらばだ、どの。お嬢様、僕はいつだってお嬢様のすぐそばに控えております。カノン君、カノン君。お嬢様、僕がお助けします。カノン君、生きてたの。
お嬢様、どうか心を落ち着けてお聞きください。残念ながら僕は生きてはいません。え？僕はすでに死んでしまっています。ですがあの魔女がお嬢様の危機を僕に知らせに来ました。そしてわずかの間だけお嬢様に手助けできる時間をくれました。どうか心をもっと落ち着けて、そうすればお嬢様にも僕の姿が見えるようになります。見えますか、お嬢様。はあ、見えるぜ。確かにカノン君が見えるよ。僕は魂だけの存在です。だからお嬢様に触れることはできません。こうして言葉をかけることしかできない、それだけしかできないか弱い存在ですが、それでもお嬢様の力になれるはずです。言葉だけなの？カノン君に触ることはできないの？僕は今ろうそくの煙よりも儚い存在です。聖者であるお嬢様に触れられればたちまちかき消えてしまうほどに。だからどうか触れようとしないでください。僕もお嬢様に触れたい気持ちを抑えているのですから。それよりお嬢様、よく聞いてください。新しい黄金の魔女は残酷な心の持ち主です。必ずやお嬢様をひどい目に遭わせようとするでしょう。この部屋から逃げ出し隠れなければなりません。どうやって？私は目が見えない。静かに、僕がお嬢様の目になります。僕がかける言葉に従って動いてください。まずそのまま3歩這い出て、それから立ち上がってください。今お嬢様がいるのは机の下です。そのまま立てば頭をぶつけます。机の下だったのか。わかったよ。立つぜ。お上手です。次は時計で言う9時の方向を向いてください。はい、お上手です。なんだか恥ずかしいぜ。大丈夫ですか？傷が痛みますか？いや、平気だぜ。次は、大丈夫なの？こんなに喋ってあいつに気づかれない？声を聞かれない？隠密の結界を張っています。大きな音や声を出さなければ誰も気づきません。だから誰も僕の気配には気づけない。なんだかわからないけど、とにかく静かにしてれば大丈夫ってことなんだな。次はどうするんだ？そのままゆっくり10歩ほど歩いてください。ソファーに触ります。
それに沿って進んでください。ゆっくりと落ち着いて、僕の言葉を信じて。不思議だぜ、目が見えないってのはあんなにも怖いものだったのに。カノン君と一緒だと全然怖くないよ。そう、それがソファーです。左になぞりながらゆっくり進んで、すぐ左にテーブルがあります。すねをぶつけないように気をつけて。さらに10歩を歩けば使用人室から出ます。そしたら9時の方向を向いて、ゆっくりとずっと歩いてください。右の壁に手を置き、それに沿ってずっとずっと僕が安全な部屋までお連れします。そこに行ったらカノン君は帰っちゃうの？ここにいれば魔女に殺されます。いいよ、殺されればカノン君のいる世界へ行けるもん。お嬢様、どうか聞き分けてください。死者である僕には人の世は眩しくて辛すぎる。だから長くはとどまれません。だからお嬢様、僕に許された時間でお嬢様を安全な場所まで導くことをどうか許してください。そしたら時間が尽きるまでずっとお嬢様と一緒にいますから。それがカノン君にできる精一杯なのか。はい、その代わり1秒でも長くお嬢様のそばにいるようにします。ずっとお嬢様といてお話をします。どんなお話？どんなお話がいいですか？カノン君が聞かせてくれるならどんな話でもいいよ。では勇気のない臆病な使用人の少年の話を。太陽のように眩しいお嬢様に恋心を抱き、同じ気持ちを打ち明けられながらも臆病さに負け、ついに生あるうちに自分に素直になれなかった愚かで哀れな少年の話を。うん、なら私もしたいよ。大好きな男の子にね、もっともっと大好きだよって勇気を振り絞れなかった臆病な女の子の話を。そしてその男の子に再会できる奇跡を神様がくださって、その勇気を振り絞る機会をもう一度与えてもらった女の子が勇気を振り絞る話を。僕もその話を聞きたいです。だからそのためにも行きましょう、安全な場所まで。一緒ならいつまでだってどこまでだって歩くよ。もう目なんていらない。カノン君が踏み出せと言うなら崖の先へだって一歩を踏み出すよ。ありがとう。さあお嬢様、参りますよ。最初の10歩。うん、嫌だ、ジェシカって。わかりました。では
最初の10歩踏み出して。うん、カノン君。お嬢様、その壁に沿いずっと歩いていきましょう。ずっとずっと。ああ、カノン君と一緒ならどこまでも。ずっとずっと。さあお嬢様、客間にたどり着きました。これからお嬢様を窓際のカーテンの束のところまでお連れします。その中に隠れればきっと安全です。カーテンの中か、うまいな。私も昔よくそこに隠れたもんだぜ。ベアトリーチェ様。どういう気まぐれで僕を蘇らせてくれたのか、僕にはあなたの気持ちがわからない。気まぐれに過ぎぬ。いや、魔女とはこうあるべきなのだ。わらわがそれを気づくのに千年をかけた。それで愚かしい話だ。誰がいるの。お嬢様、お静かに。彼女は魔女、ベアトリーチェ。僕をお嬢様にもう一度会わせてくれた恩人です。魔女、ベアトリーチェ。わらわのことなどどうでもよい。それより早くその女をカーテンの影に隠すがよい。そなたに残された時間は長くないであろう。ジェシカと最後の語らいに費やすがいい。カーテンの束の中で泣きたい。そなたらもなかなか味な真似をする。ありがとう、ベアトリーチェ。カノン君に会わせてくれてありがとう。あとは愛し合う二人にこの部屋を譲る。邪悪なる魔女に恋話は不要でな。退出させてもらおう。ベアトリーチェ様、ありがとうございます。礼などいらぬ。
こんなのでは償いきれぬほど悪行を重ねておることはそなたがよく知っておろうに。良き魔女には感謝を選別とします。今までがどうであったか、そしてこれからがどうであるかは知らない。しかし今この瞬間、あなたは間違いなく良き魔女だ。おべっかが過ぎるぞ、カグメが。次に会うときは期待を裏切らぬ悪しき魔女であるかもしれぬぞ。それではさらばだ。魔女のゆえんか、若き二人に恋を語らせる気もなしとは。45、データ受領。強敵将軍、仙台ビアトリーチェ卿と確認。百魔防御壁を解析。仮想防御壁72層、構成防壁および魔法反応走行。百魔への狙撃は不可能。410へデータリンク。410データ受領。にひ。じゃあ仙台様を先にしちゃえばいいだけの話だに。大ベアトリーチェ卿、攻撃許可を。撃ってちょうだい。ああ、急所は外してね。ババアに聞きたいことがあるの。410、射撃。にひ。仙台様、二度もの妨害、もはや許されませんぞ。許されようとも思わぬ。しかしシエスタ姉妹も腕が落ちたものよ。わらを仕留め損なうとはな。それも二度も。外せとのご命令です。ご指示があればすぐにでも貫きますとも。ピアスの穴でもおへその穴でもお好きな穴を。にひ。残忍にかけてはわらわも一歩を取るそなたが急所を外させるとは、どういう風の吹き回しか。新しきベアトリーチ。聞きたかったのよ。どういう術で逃れたのか知らないけど、私たちはあんたを仕留めたつもりでいたのよ。そのまま隠れていれば逃れられたもの、どうして危険を冒してまた現れたの。まさか若い二人をかばうためだけに戻ってきたわけ。さあ、さっきだってそうよ。どうして恋人たちを蘇らせて再会なんて甘い真似を。き
けば聞くほどに、あなたは私なんて足元にも及ばない邪悪の権化。そのあなたがどうして急にそんな生ぬるいことを始めたのかって、それを聞きたかったのよ。残念ゆえにわらわは気まぐれなの。それを問うことに意味などあろうか。シエスタ氏もヌエ。あんたに限って気まぐれなんてあるわけがない。あんたのことを聞いたわ、そして知ったわ。あんたは私ですら足元にも及ばない邪悪の権化よ。私はそんなあなたに実にふさわしい後継者だと思ったの。なのにあなたは邪魔ばかり、ぬるいことばかり言って私を呆れさせる。何があなたを変えたの。千年間邪悪の限りを尽くしたあなたに、その千年を翻すような何が起こったのか、それだけを知りたくて生かしたのよ。知りたく、そなたも千年を費やすがよいぞ。ヌエ。ヌエ。あんたもひょっとすると死ぬと消えちゃって死体が残らないタイプかもしれないわね。だからあなたをゆっくりと殺すわ。でも私の質問に正直に答えられたら楽に殺してあげる。先代様にぴったりの華麗で豪華で優しい死を与えてあげる。水を張りバラで埋めた棺桶に沈めてあげるわ。素敵でしょ。それでも話せないの、あなたの心変わりの理由。聞かれたことを答えぬもまた邪悪なる魔女の愚越よ。ヌエ、二つ。もちろん答えてくれなくていいの。だってそうやっていじめてるんだもの。無限の魔法は本当素晴らしいよ。思えばこの世はすべからく有限、人の世に無限などあるはしない。それは神が無限であるがゆえに人の世を見下すためすべての無限を取り上げたからよ。なればつまり無限の力とは神の力。遊べば遊ぶほどにさらに楽しい遊び方を見つけられる素敵な力。その力を千年も思うがままに使い暴れ回ったあなたが、なぜ今頃になって心変わりをしたの。まさか私に譲ったから惜しくなってとかじゃないわよね。惜しいものか。そなたがそうだと信じている無限の魔法など魔法にあらず、真の魔法の力とはそなたなどでは到底至れぬ深淵にあるのだ。それに気づいたから。それは何？
それに気づけず千年をさまよえ、愚かな魔女よ。ヌエ、今度は三つ。まあいいわ。死に損ないのババアが何を達観したかなんてもう興味も何もない。もう飽きたからあっさり殺してあげるわ。あんたを殺せば客間の結界は解ける。そしたらカノンとジェシカもたっぷりいじめ殺してあげるわね。愛し合う二人を同時におもちゃにできるなんてこれは楽しそうやね。新しきベアトリーチェ、頼みがある。客間の二人の王様、短い時間のものだ。砂時計に測れる程度の時間、カノンは冥府に消えるだろう。その程度の時間、どうか許してくれぬか。いやよ、愛し合う二人を引き裂くのって楽しいんでしょ。あなたが言ったわ。だから私やってみたいの。ならばその快楽貴様に味わわせるわけにはいかない。楽しいぞ、恋人たちを引き裂くの。そうやね、きっと楽しいわよね。だから邪魔しないで。もっとヌエ、ヌエヌエヌエ。にひ、410了解。ババアのおしゃべりを止めなさい。早く殺すのよ。殺してます。何度も心臓を抜い止めてるのに、こいつの心臓止まらないんです。あんた不死身なの？まさか。そなたに無限は譲り渡した。刻める数は残すとたかが知れている。だがそれを一つ余計に刻むことで、この部屋の二人にわずかでも長い時間を与えられるなら、その程度の抵抗を永遠に続けようぞ。ヌエ、こいつの心臓が動きを止めるまで縫い続けよ。
お前、一体何者なの？なった。心臓内部で爆心固定。瞬間準備よし。爆破。私でしょ。なんでこのババア、こんなになっても生きてんのよ。シエスタ姉妹、あの心臓を砕くのよ。早く。無理です。申し訳ありません。私たちにはできません。無理でしょう。何人たりともあの心臓を打ち砕けはしません。竜王陛下の兵士風情ではとてもとても。なら無限の魔女である私になら打ち砕けるということでしょ。私の力は神の力だもの。恐れながらあなた様の力ではベアトリーチェ様の無限には傷一つつけられません。それはどういう意味よ。影を知らずして光がないように、有限を知らずして無限もまたなし。ベアトリーチェお嬢様の真の無限の力の前、あなた様の脆弱な魔力ではとてもとても及びません。何よそれ。ありがとうございました。このご恩は忘れません。恩の数が恨みの数を超えたら、その言葉をもう一度聞こうぞ。もうよいのか。はい、本当にありがとうございました。そしてベアトリーチェ様も、もう大丈夫です。どうかお楽になさってください。そうか、良いのか。何よ、なんであんたたちは先代のババアをベアトリーチェと呼ぶのよ。ベアトリーチェは私の名前でしょ。新しき黄金の魔女、そして無限の魔女である私の名前のはずよ。無礼な、ベアトリーチェ様の名を語るな。恐れながらベアトリーチェ様の名は無限の魔女を冠せられるお方が名乗られるべき。
今や先代はあなた様を指すものでございますよ。新しい夜の悪夢にて再びベアトリーゼ様のお供、これで失礼いたします。無限よ、現にこうしてぶっ倒れてるじゃない。有限のある無限なんて、そんな矛盾存在するわけもない。これがあんたの魔法の限界なのよ。有限は無限に劣る。本当に無限の魔女なら立ち上がってみなさいよ。どう？立てないでしょ？どうして立てないと思う？あんたが無限の魔女じゃないからよ。バトラか。偉そうなことを言っても、わらわはこのざまよ。そなたの本当の魔女というのをわらわなりに頑張ってみたぞ。ああ、見てたぜ。わらわは魔女になれたかな。そなたの対戦相手の資格できたかな。ダメだな。ダメだな。全然ダメだ。お前は俺の対戦相手じゃない。死ねよババア。ぐちゃっと潰れて、それでも無限が示せるってんなら示してごらんなさいよ。魔女は私よ。黄金の魔女ベアトリーチェは私なのよ。死ねー。
メだ、全然ダメだ。なんでこれは、ここは、席に着け。俺の対戦相手はベアトじゃない、てめえだ。バトル、これは何の魔法なの。どうでもいいわ、知ったことじゃない、シエスタ姉妹。45、了解、カッコ射撃。410、了解、死ね、バトラだけで弾いたら、45、標的測定。45、了解。これは私が故障しているの。計測値が暴走して、ない魔法抵抗力、エンドレスない。標的は神話級魔法攻撃でも通用しません。愚かな、本気のバトラ様の前に魔法の矢など髪の毛を揺らすことさえ及ばない。何やってんだ、てめえ遊んでるのか。ここは下がっていろ、席に着け。このエセ魔女め、てめえの化けの皮は俺が剥ぐ。見ての通りさ、俺の対戦相手はお前じゃない、そいつだ。そこにいるお前の名前を語る偽物さ。俺は魔女と戦っている。そして対戦相手に魔女を名乗る者を据え、そいつを打ち破ることで魔女を否定する。てめえの傍若無人はたっぷり見させてもらったぜ。何が魔法だ、何が魔女だ、てめえは魔女じゃない。俺が化けの皮を剥いでバラバラにしてやるぜ。ワルギリア、戦闘準備だ。了解しました。準備よし、いつでもどうぞ。ベアトリーチ、あなたは下がって休みなさい。ベアト、下がってみてろ。俺がハグ。このエセ魔女を徹底的に分解してやる。こんな奴を魔女とは名乗らせられねえ。お前は本当の魔女の名誉を守った。わらわは、その何も言う必要はない。黄金の魔女の名は決して安っぽくないってことを。
お前に代わって教えてやら。大まかなルールは以上でございます。ありがとう、炉の上。大体のルールは分かったわ。なるほどね。魔法では勝てないから魔法以外で決着できる世界で私に一騎打ちを挑んできたわけね。愚かな連中。へりくつで私に勝てると本気で思ってるのね。ああ思ってる。てめえのへりくつを俺が全て叩き潰してやるぜ、エヴァおばさんよ。私はエヴァではないわ。それは私の古い抜け殻の名よ。私は彼女のうちに生まれた本当の魔女。ごまかすな。てめえの正体は魔女でも何でもない。生身の人間だ。人間の犯人だ。後ろ見はエヴァだ。ワルギリア、第二の番を再構築。了解。第二の番はバラ庭園にてローザとマリアが殺されました。東方はそれをエヴァ犯人説にて処て。はあ、バカバカしい。さあさあおいでなさい。思い出してごらんなさい。後ろ宮秀吉がどんな姿をしていたのか。何、何の真似をしやがった。死者の召喚、魔女の草原だよ。死者を立たせること。後ろ宮秀吉の証言よ。さあさ秀吉、お話しなさいな。わしは部屋でずっとエヴァの看病をしとったんや。もちろんエヴァが部屋を出るわけもあらへん。エヴァおばさん、ここじゃ赤くねえ証言は絵の役にも立たねえぜ。中で再度の苦笑を要求する。ああそうだったのね。いいわよ、赤で言ってあげなさい。わしはずっと部屋におったべ。事件の前後の時間帯は全てや。さあほら、これでエヴァが犯人ってことはありえなくなったわよ。どうかしてくれるのかしら。バカバカしい。くだらなさすぎてあくびが出る一手だ。レアとは一度たりとも子供騙しな一手を打ったことはない。復唱要求。エヴァおばさん、事件前後の時間帯は全て部屋にいた。秀吉おじさんはただのアリバイ工作員だ。あんたはおじさんに留守番をさせてこっそり部屋を抜け出していたんだ。そうでないならこいつが赤で言えるはずだぜ。復唱拒否。秀吉の証言だけで十分よ。それを復唱する必要はないでしょ。降りてきましたね。容赦は無用です。これでチェック。ああいただきだぜ、ちょろい相手だ。チェック。秀吉おじさんは終始部屋を出なかったろうさ。しかしあんたを看病していたというのは真っ赤な嘘だ。よってあんたのアリバイは存在しない。あんたには部屋を抜け出してローザおばさんたちを殺すチャンスがあった。かわせるってんなら赤で、エヴァおばさんは部屋から一歩も出ていないと宣言してみろ。できねえだろ。チェックメイトだ。何をする。わけがわかんない。悪いなおばさん、たとえルールに不慣れであっても全力で叩き潰すこのゲーム流儀だぜ。なレアト。魔女からはリザインでございます。次のゲームに進みましょう。続きますは第4から第6の番でございます。
ワルギリア、次の事件だ。親父たちの事件を再構築。了解。ルドルフ、キリエ、秀吉の3人は屋敷へ向かい、そこで殺されました。俺からの差し手は変わらない。エヴァおばさん、あんたが犯人だ。今度は秀吉おじさんのアリバイすらねえぞ。あんたはたった一人で部屋で寝ていたと主張している。しかしそれは虚偽だ。赤で宣言できるものならしてみやがれ。拒否するわ。なら教えてよ。エヴァはただの女よ。そして殺されたのは銃を2丁も持つ大人が3人よ。彼女がたった一人でどうやって殺したというの？凶器の杭でどうやって？話によく出る杭の射出器ってどんな構造をしているのよ。それを説明してよ。それが説明できない限り、エヴァにアリバイがないとしても、エヴァに殺人が可能だったことにはならないわよ。説明拒否、悪魔の証明だ。説明不能だからといって未知の殺害方法、もしくは未知の凶器の存在を否定できない。つまり俺が杭の射出器の構造を説明できなくても、その存在を否定することにはならない。何よそれ。そんなめちゃくちゃって通るの？悪魔の証明、有効です。同じく悪魔の証明、有効です。バトラ君はその射出器の構造を説明する義務を負わずに、その存在を主張できます。魔女側はこの手を反論できません。やるではないか。なんか強引な。どこぞの小悪魔女にたっぷり鍛えられたからな。これでチェックだぜ。エヴァおばさん、部屋から一歩も出てないと赤で言ってみろ。そうさ、言えるはずはないのさ。言えないならば決まりだぜ。チェックメイトだ。なんて暴論。こんなのめちゃくちゃよ。そういうルールのゲームでございますので、まずは紅茶でもいかがですかな。おいしいクッキーもございます。いらないわよそんなの。イライラするわ。魔法で勝てないからってこんな卑怯な戦いで。イラつくなよ。紅茶でも飲めよ。俺はストレートでもらうぜ。ベアトは？わらわの妖怪。そのバカ、油断するな。向こうがルールに不慣れなだけだ。向こうが要領をつかんでからは本番だ。だが潰す、徹底的に潰す。なぜなら奴は魔女ではないから。あいつを魔女だと認めたらお前の通した意地が通らない。いかなる暴論であろうと、へりくつであろうと、俺が全身全霊で叩き潰す。ことは運ばせないわよ。今度は私から仕掛けさせてもらうわ。ロノウェ、第4から第6の番を再構築。後ろ宮キリエをピックアップ。ここで一度第4から第6の番の
ルドルフ・キリエ・秀吉の殺人に話を戻させてもらう。あやつ、一度はリザインした局面をなぜもう一度。なるほど、あなたは刺さない珍しい攻め手です。注意して。当時生存者たちはゲストハウスへ籠城していたわ。食料がなかったけれど、彼らは安全を考え、翌日まで食事を抜く覚悟さえあったけれど、結局3人は食料を求めて外へ出るわ。そうだな、結局3人は食料を取りに表へ出る。面倒だから赤を交えて語るわよ。キリエは食料はいらないと考えてた。1日くらい食事を抜いても死なないのだから、ゲストハウスを出ないべきだと主張していた。にもかかわらず彼女は自ら食料を取りにゲストハウスを出ようと提案する。これは矛盾しない？はい、見事に矛盾します。キリエの行動式に矛盾します。その矛盾は私が魔法で作り出したの。つまり私が魔法でキリエを操って、そう言い出させて生贄たちが外出するように誘導した。バカバカしい、そんな魔法あるわけがね。悪魔の証明よ。バトラ君が知らない魔法だからといって存在を否定することにはならない。そしてその魔法を私は実演する義務も負わない。それでいてさらにあなたには反論の余地もない。こういう戦い方でよろしいのかしら。はい、実にお見事な一手です。バトラ様、受け手をお願いいたします。おかしな論法に持ち込んできやがったぜ。つまりどういうことだ。後ろにキリエの行動式に対して駒を打ってきました。すでに説明があるとおり、キリエは食料を屋敷に取りに外へ出るべきではないという行動式を持っていました。にもかかわらず彼女は率先して食料を取りに行こうという矛盾した行動を取ります。この矛盾が説明できない限り、それを魔法であると主張する暴力的な手です。そりゃ最初はキリエさんもそう考えてたんだけど、しかし多分その途中でいろいろと考えて、やっぱり食料は必要だろうと心変わりしたってことなんだな。いざという時空腹で力が出ないってんじゃ意味ないだろうし、まあその心変わりが魔法によるものだと主張しているのです。つまり非常に困難なことですが、キリエが心変わりした理由を説明しなければならないのです。なんだってそんなのキリエさんの頭の中の話だよ。こっちにもキリエさんの霊を召喚して質問するとかできないのかよ。ベアト、お前キリエさんを呼び出したりできないのかよ。できません。それは魔女側のみに許されている手です。くそ、多分だ、その俺たち子供のことを考えて、そのやっぱり食料は必要だろうと総合的に考えて、それを客観的に主張しなければなりません。キリエがある理由により、食料はやはり必要であると心変わりした具体的な証拠が必要です。例えばそう証言したのを誰かが聞いたとか、何かに書き残したとか。残念だけどその心変わりの理由は誰にも語られておらず、また記されてもいない。よってキリエの頭の中で何があったのか、あんたには憶測することしかできないの。つまり証明は不能。私の手に対しあなたは一切の反撃の一手を持たない。今度はあんたがリザインする番なのよ、バトラ君。
心変わりの理由など無限に想定できる。そしてその無限の可能性を全て潰し切ることが不可能。肉肉しいほどに見事な一手でございます。マトラ様にこれを切り返す方法があるとすれば、多分あの手だけかと。その手とは何なのか。さてどのような手でございましょうね。お嬢様の得意な手だったような気もしますが、私は思い出せません。ケチケチしないで話せ。ベアトリーチェ、自らの思考を停止させる者に与えられる答えはありませんよ。考えなさい、あなたなりの考えで。とっととリザインしたら、ついでにさらに赤で追い詰めてあげるわ。キリエはね、死ぬ最後の瞬間まで食料を取りに行かない、イコール屋敷に行かないという行動式を維持していたわ。にもかかわらず率先して屋敷へ向かったわ。台車を押して食料を運ぼうとしたわ。その矛盾はなぜ。私が魔法で操ったから。これこそが私の魔法が実在し、私が魔女である証拠なの。一斉黙れ。心変わりでさえないっていうのか。キレ様、死ぬまでずっと食料はいらない、屋敷には行かないと思ってた。なら、なんで自分から進んで食料を取りに行こう、屋敷に行こうなんて言い出すんだ。魔法でキリエさんが操られていたっていうのか。そんなバカな。どうやってこの魔法を打ち破ればいいんだ。キリエさんがここにいてくれて、一言心変わりの理由を言ってくれれば。いや、心変わりすらしてないと奴に赤で言われちまった。どうすりゃいいんだ。人間側には反撃できる一手がね。このゲームって知れば知るほどに魔女に有利なルールよね。たとえいくつの局面で負けたとしても、たった一つだけ勝てればそれだけで魔女は存在を誇示できる。つまりバトラ君には完全勝利以外に魔女を否定する方法はないの。ここまで私のことを散々エヴァ呼ばわりして追い詰めてきたつもりのようだけど、あなたの尊敬するキリエさん一人の頭の中の話だけで全てがひっくり返っちゃうなんて、実に滑稽よね。しちゃいなさいよ、リザイン。認めちゃえば、負けちゃえば。くそ。人間には証明不能だ。死者が何を思って行動したのか、なんて推測の息を出ない。しかも推測程度じゃ魔法を否定できない。魔法を打ち破るためには、キリエさんがどうして心変わりしたのか、客観的な証拠を。でもつくしょう、どうして食料が欲しいと心変わりしたのか、その証拠は存在しないと赤で言われちまってる。どうすりゃいいんだ。ちくしょう、ちくしょう。バトラス、リザインってよろしいですか。食料を取りに行かない、イコール屋敷に行かない。でも実際には矛盾したこのキリエさんの考えをどう理解すればいいんだ。理解なんかできないわよ。理解不能、解釈不能。その闇は全て魔女のものだもの。さあさ、考えても無駄よ。おやめなさい。あなたに魔女を否定することなんてできやしない。だって私はこうして存在するんだもの。私こそは黄金の魔女。そこにいる元の魔女から名前を奪い取った。あなたに私がベアトリーチェであることを否定などできないのよ。くっそー。
資格は貴様にね。なのにそれを否定する手が思いつかねえ。バトラ様、制限時間を切りますが、ビザインでよろしいですか？人間側、受け手がありません。ビザインをしま…待て、反撃の手はある。なんだって？へえ、どんな手があるっていうのよ、先代様。このベアトリーチェの魔法をどんな手で否定できるのか教えてくださる？できないわ、そんなこと不可能よ。食料を取りに行かないイコール屋敷に行かないという命題をそれ単体で説明できないなら、わらわはそれを待遇で説明する。つまりそれでも屋敷に行ったイコール食料以外の目的でとも説明できるのではない。これはわらわの得意手のヘンペルのカラスというよりはバトラの得意手のチェス盤思考術。キリエが食料を目的に屋敷に行くことがありえないなら、それでもなおキリエが外へ出る他の目的があったと説明するしかない。つまりその目的が証明できれば魔法は否定できる。なるほど。食料を目的に屋敷には行かないが、他の目的があってそれを偽るために食料を取りに行こうと言い出したわけか。確かにそれなら説明がまだ可能かもしれない。しかしどうやって？お師匠様、キリエの死亡現場の再構築を。例の消化はできないが、死体の検証は人間側の権利のはず。いえ、問題ありませんよ。後ろにはキリエの死亡現場を再構築します。私たちはキリエの霊を呼び出すことはできないけれど、キリエが何を残したかを知ることでそれを武器にできるかもしれない。いいわよ、好きなだけお調べなさいよ。何もわかるわけがない。さっきも赤で言ったわよ、キリエは何も書き残してはいない。何を見つけたところで何もわかるものか。何も見つからないかもしれない。バトルは歯を食いしばって、そなたを打ち破る一手を思いつこうと戦っている。我々ができることはこんな程度しかない。人間側の戦い方は今一つ勝手が分からぬ。確か物証が必要だったか。なれば何を探せばいい？大ベアトリーチェ教ともあろうお方が床に膝をつけて這い回ってみっともなく死体あさりとはね。お似合いな姿だこと。何とでも言うがよい。わらわにはこれくらいしかできぬ。何を蔑まれようと構わぬ。だがわらわの名誉のために戦うといったバトラーをわらわは捨ておけぬ。血を吐い死に食わせることになろうとも、その義理に応えねばならぬのだ。
これでどうやって私の魔法を打ち破るっていうの？くだらないくだらない、バカみたい。勇ましいことを言って割り込んでおきながら、その低堕落は何なの？ああ情けない、恥ずかしい、へそかんで死んじゃえば。お嬢様、検証は十分ですか？うん、これ以上何も見つからぬ。以上の物証から何か反論の一手は出ますか？出なければ人間側リザインせざるを得ません。当たり前でしょ、何も反論の余地なんてないのよ。私は魔女だもの、私の魔法は打ち破れない。あんたはもはや元魔女でしかないのよ。ベアトリーチェを名乗ることも許されなくなったただの負け犬なのよ。さあ、そのゴミやガラクタを好きに積み重ねて私の魔法を打ち破ってごらんなさい。できないでしょう、できないわよね。それはなぜ？私が魔女だから。あんたは名前さえ持たない負け犬だからよ。何かあるはずなのだ。くじけぬぞ。どれほど嘲笑われようと、わらわの名誉のために戦うバトラの名誉のために、くじけるものか。キリエ、そなたの息子の窮地をそなたが救わぬわけがない。頼む、死してなおあやつのために力を貸してくれ。無駄よ、無駄無駄。死者をもてあそべるのは魔女だけの特権よ。魔女でもなく、そして人間ですらないあんたに力を貸してくれるものなんてどこにも存在しない。あんたは永遠に一人ぼっち。魔女にも人間にも味方はなく、誰もあんたを助けてなんてくれないの。悔しければ泣いちゃえば。役に立てなくてごめんなさいって詫びちゃえば。すまぬ、バトラ、わらわでは何もそなたの力になれぬ。いや、十分だ。ありがとう、ベアト。お前の努力を俺は無駄にしない。慰めなどいらぬわ。このガラクタの山で一体何を反論できるというのか。あやつに嘲笑われてまでかき集めたこのガラクタがどうやって一矢報いれるというのか。ゴミが何だというのか。キリエさんはタバコを吸わない。親父は吸ったが、
キリエさんは吸わなかった。でも親父のタバコに火をつけるためにライターだけは持ち歩いてたんだ。は？だから何だというの？夫がタバコを吸うんなら、たとえ吸わなくても妻がタバコを持ってたとしても不思議はないわ。あるいは喫煙マナーの悪い夫の捨てた吸い殻を拾っただけかもね。それが何だっていうの？私の魔法とどう関係があるっていうの？何もありゃしない。さらに言おう。こいつは親父の吸ってるタバコの銘柄と異なる。すまないがベアト、親父の遺体の懐を見てくれるか？うん、これか。銘柄を確認。吸い殻と銘柄が異なります。キリエが持っていた吸い殻はルドルフの吸うタバコの銘柄ではありません。だからどうしたというの？キリエは綺麗好きのいい子だから、落ちてる吸い殻を許せず拾っただけかもしれないじゃない。私は嫌だけど。レアト、すまんがもう一人頼む。秀吉おじさんの懐だ。親族でタバコを吸うのは親父と秀吉おじさんだけなんだ。あったぞ。これか。銘柄を確認。吸い殻は秀吉の吸うタバコの銘柄と認めます。だからなんだというの？秀吉の吸い殻がキリエのポケットから見つかると、私の魔法がどう破られるっていうのよ。そうさ、この吸い殻がキリエさんのメッセージだ。いや、この吸い殻こそがキリエさんがゲストハウスを離れた理由なんだ。レアト、ありがとう。お前がこいつを見つけてくれなかったら俺はここで屈していた。ヴァルギリア、状況を再構築。第2の番、ローザおばさんたちが殺されたことが発覚した後のゲストハウスだ。了解。再構築します。ローザ、マリアの死亡後、残った生存者はゲストハウス内全ての戸締まりを再確認。バリケードを構築。牢城の結束を再確認。何も不審なところなんかないじゃない。何が言いたいの？第4の番以降の話をしているのに、なんで第2の番の直後を蒸し返すのよ。親父は携帯吸い殻入れを持ち歩いてる。キリエさんがわざわざ自分のポケットに吸い殻を入れる理由がようやく見えてきた。その吸い殻に意味があるからさ。その吸い殻こそがキリエさんが俺たちに残したメッセージだ。聞こうじゃない。その吸い殻一本でどうやって私を否定してみせるというの？聞いての通りだ。第2の晩以降、ゲストハウスでは全ての部屋の点検が行われた。この時キリエさんはあってはいけない場所にあってはいけないものを見つけた。あってはいけないもの、とは何なの？こいつさ、この吸い殻さ、こいつが秀吉おじさんのいた客室の灰皿に置かれていたんだ。はあ？灰皿に吸い殻があってどうおかしいってのよ。おかしいのはあんたの頭の方じゃないの？エヴァおばさんは大のタバコ嫌いだ。そのおばさんが体調を崩して寝込んでるのに吸い殻があるわけがないんだ。しかし灰皿には吸い殻があった。それを見たキリエさんはすぐに気づいた。秀吉おじさんは嘘をついている。本当はエヴァおばさんは寝込んでなんかいなかった。部屋を抜け出していたんだと気づいたんだ。復讐要求。この吸い殻はエヴァおばさんたちが休んだ部屋の灰皿で揉み消された。拒否するわ。ようやく掴んだぜ。ありがとうよ、ベアト。わらわは
役に立てたの。ああそうさ、吐くぞ。俺たちでエセ魔女の化けの皮を剥いでやる。そしてキリエさんは食料を取りに行こうと提案する。そして秀吉おじさんにその手助けを頼む。これが意味するところはただ一つだ。キリエさんは秀吉おじさんを隔離して真相を問い詰めるつもりだったんだ。ヘンペルのガラス有効です。魔女なのはこの一手を迎え撃てない限り、キリエを操ったと称する魔法の存在が否定されます。何ですって？否定するわよ、とにかく否定するわよ。私じゃないわ。うん、後ろ見はエヴァじゃないわ。エヴァは部屋で寝てたのよ。ならば言ってみろ。ああ言えやしないさ。今度だって言えやしないさ。復讐要求。後ろ見はエヴァ、その時部屋から一歩も出ていない。何なのよこれ。責めていたのは私でしょ。なんで私が責められる側になってるの。いつの間に攻守が逆転してるのよ。問い詰めてるのは私なのよ。この魔女である私がなぜに。繰り返す復讐要求。後ろ見はエヴァ、部屋を出ていない。言えるわけがねえんだ。チェックメイトだ。魔女側受けてありませんか。あるわけがない。虚実にて着飾った偽りの魔女に受けられる真実はありはしない。本当の魔女、貴様に名乗る資格はない。貴様は黄金の魔女じゃない。貴様は人間。後ろ見やエヴァだ。いいわ、私のことを後ろ見やエヴァと呼びたければ呼べばいいのよ。そうよ、確かに私は後ろ見やエヴァが犯人であることに対する指し手の全てを撃退することができない。私は黄金の魔女を引きずり下ろされ、今や後ろ見やエヴァと呼ばれているかもしれない。でもね、だからって魔法と魔女の存在が否定されたわけじゃない。私が今から教えてやるわ。私が後ろ見やエヴァなどではなく、人間などではなく、本当の魔女であることを今から教えてやるわ。見なさい、この赤き真実を。それがどうしたってんだ。何が言いたい。
まさか。まずい。今度こそ言い逃れのできぬ致命的な一手をあなたに。いいえ、あなたを応援する全ての人間どもにくれてやるわ。心して聞きなさい、私の一手を。やめよ、その一手は。ベアト、下がれ。俺は受けるぞ。来い、エセ魔女め。ジェシカ負傷後、エヴァは常にバトラの監視下にあった。バトラは犯人でもなく共犯者でもない。よってエヴァの完全なアリバイを証明できる。何？あんたを、人間を絶対に逃れられぬ赤き結界にて封じて殺す。さらばだ人間どもよ、出口なき絶対の魔法密室にて永遠に眠るがいいわ。さあ心して聞きなさい、赤き真実を。この島には19人以上の人間はいない。謎の怪人物が隠れていて犯行をなどという愚かしい考えは捨てなさい。でもこういう言い方をすると動物の犯人も疑えるわね。殺人を仕込んだオランウータンは人間にはカウントされてないなんてへりくつを言われちゃかなわない。ならこう言い換えるわ、人間以外の生命は一切このゲームに関係がない。というわけで次にこの島に存在する18人の状況を全て説明するわ。金蔵は死亡している、クラウスは死亡している、夏日は死亡している、秀吉は死亡している、ジョージは死亡している、ルドルフは死亡している、キリエは死亡している、ローザは死亡している、マリアは死亡している、ゲンジは死亡している、シャノンは死亡している、カノンは死亡している、ゴーダは死亡している、クマサワは死亡している、南條は死亡している。以上15人は死亡。そしてバトラは生存している、エヴァは生存している、ジェシカは生存している。これで18人全員。よって最後の犠牲者である南條の死亡時、バトラとエヴァとジェシカの3人だけが生きていたことはわかるわよね。なんだと、貴様、まさか。エヴァはあなたとずっと一緒にいたわ。だから犯行は不可能。もちろんバトラ君は犯人じゃないわ。アリバイ偽装なんてしてないし、彼女が犯人の可能性も考慮していたから、その行動は用心深く見張ってた。彼女には不審なことをできるあらゆる可能性が存在しなかった。つまり犯行時の使用人室には南條とジェシカしかいなかったのよ。となると読めてるわよ、あなたの言ってはこうよね、ジェシカが犯人の可能性もあると。しかし残念ね、先に赤で叩き切ってあげるわよ。後ろ宮ジェシカは殺人を犯していない、南條殺しに関わっていない。彼女の目は完全に塞がれている。その彼女に殺人を行うことは不可能よ。さらにおまけしてあげるわ、エヴァとバトラも南條を殺していないし関わってもいない。ちょっと待ちやがれ。それじゃおかしいじゃねえか。3人しか人間がいなくて、それで殺人が起こって、その3人が関わってないなんて、そんなのおかしい。はっきり断言してあげるわ、
南條を殺した犯人はバトラでもエヴァでもジェシカでもない。つまり生存者の中にはいないということよね。お分かり？いや、そうだ、二重人格とかはどうだ。もともとお前がエヴァおばさんのもう一つの人格であったように、例えばジェシカにもう一つの魔女的人格があって、それがジェシカ以外を名乗って南條先生を殺したとか。愚かね、すでに赤で語っているわ。ジェシカの目は完全に塞がれていて、彼女に殺人は不可能。彼女にどんな人格が憑依しようとも、彼女の肉体では殺人を行えないの。それともこう言えば満足するかしら。ジェシカの体が起こしたいかなる動作も南條の殺人には関係影響しない。この適用をバトラとエヴァにも広げるわ。つまりどうあがこうが、解釈しようが、ジェシカとバトラとエヴァは南條を殺した犯人ではない。ふざけるな。だって他はもう全員確実に死んでるじゃねえかよ。なら、あとは残るのは南條先生の自殺説だけじゃねえか。あとトラップ説、犯人はすでに死亡しているが、過去に仕掛けておいたトラップが発動して。南條は他殺よ。もちろんトラップではなく直接的な殺害方法よ。凶器を構え、それにて真正面の至近距離から殺した。犯人は南條の目の前に堂々と現れ、そして互いに顔を見合わせながら殺害したのだ。だから待てよ、生存者は3人しかいない。それ以外は全員死んでることはお前が赤で語ってる。つまり18人全員の生死が確定してる。しかも19人目は存在しないとあらかじめ赤で否定済みだ。つまり生存者3人以外には存在できない。なのにその3人以外の4人目が南條先生の前に現れてる。19人目は存在しないのに、どうして俺たち以外の人間が現れて南條先生を殺害できるんだ。おかしい、お前は嘘をついている。赤字で嘘をついている。赤は真実のみを語る。それを疑うことはすなわち貴様の後ろで私に怯え萎縮し、その背に隠れるその魔女の名誉を裏切ることになるわよ。くそ、はっきりと今こそ言い切るわ。南條の前に現れし私こそ魔女なのよ。18人の人間では説明できない黄金の魔女なのよ。ワルギリア、ロドウェイ、状況は矛盾していないのか。奴は本当に赤で真実を語っているのか。はい、赤き真実有効です。なんという緻密かつ精密な爪。どう手を打ちゃいいんだ。ワルギリア、何か手はないのか。私には何も思いつきません。ロドウェア、申し訳ありません。しかしこの千年、これほどまでに精密なる美しい盤面を見たのは初めてです。悔しいですが、美しい、美しい赤によるチェックメイト。
殺した犯人は動物などの類ではないわよ。それはすでに後で宣言済みよ。人間以外は一切考慮から外しなさい。ロボットなんかもダメよ。人間以外の一切の要素はこのゲーム版に関与しない。故にこうも言えるわね。南條を殺したのは確かに人間である。地に足のついた人間が凶器をかざし、それにて殺した。眼前にて。ただしその人間は魔法が使えたかもしれないわ。それはすなわち魔女だったということ。それがつまりこの私、黄金の魔女ベアトリーチェ。そう、あなたはもう理解し始めている。黄金の魔女が存在することを。そしてその黄金の魔女ベアトリーチェが私であることを。さあ讃えなさい。本当の魔女の復活を今こそ讃えなさい。黄金の魔女ベアトリーチェの復活を今こそ讃えなさい。第9の番に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。くそだ、俺にはわからねえ。ここまで徹底的に赤でがんじがらめにされたら、俺にはもうさっぱりだ。バトラ、くじけるな。わらわとそなたは再び戦い合う約束を交わしたではないか。ここでそなたは屈服するのか。わらわと再び戦う前にこのようなところで消え去るのか。その約束を破りたくはねえ。しかし俺には奴を否定する手が全く思いつかねえ。これはそもそも問題にさえなってない。容疑者以外は存在せず、その容疑者は全員白、赤で白だって言われてんだぜ。それでいてしっかり他殺で、犯人は人間で、ちゃんと目の前に現れて南條先生を殺したという。もうお手上げだ。どうにもならねえ。頼むバトラー、諦めるな、くじけるな。思考を止めれば自動的にそなたの負けとなる。頼むか、くじけるな。わらわも応援しておる。負けたりするな。もう何も思いつかねえんだ。どうせあいつは魔女だから魔法とかでやったに違いない。考えるだけ無駄だぜって思っちまう。ダメだ、頭が痛い、脳が疲れる。考えたって無駄だからやめちまえって。考えちまう。バトラー聞け。チェスというゲームは相手を任そうと互いが尽くすから一回のゲームに長い時間をかける。しかしどちらかが最初から勝ちを捨て自分に損な手を進んでさせば、あっという間にゲームを終えるのだ。これはフールズメイトという。人間側は思考を停止させることによって目の前の問題を魔女に譲り渡し、木からリンゴが落ちることさえ
直ちに魔法の仕業ということで決着できてしまう。そしてそれは魔女側も同じことだ。魔女は赤き真実を使う。それにて魔法の正体が人間で説明できてしまうことを示せば、直ちに敗北することができる。言われなくても分かってるさ。考えを止めるなって言うんだろう。しかしあいつのあの完璧な真っ赤な手にどうやって反撃すればいいんだ。俺には人間にはもう無理だ。無理か。バトラにも無理なのか。頼む、くじけるな。すまん、俺にはもう無理だ。わらわがそなたの手に反撃の一手を誘うぞ。へえ、この完璧なるチェックメイトにあなたはどう切り込んでくれるというのかしら。人間には決して破ることのできないこのチェックメイトをあなたごときがどう破るというの。ベアトリーチェ、あなたまさか。人間にさせぬ一手なら、わらわが魔女であるがゆえにさせる一手でそなたを迎え撃ってやる。魔女であるがゆえにさせる一手。お前何をする気だ。わらわが赤にて魔女を否定する。ベアトリーチ。お嬢様。あんた何を言ってるの。赤で魔女を否定。バカ言ってんじゃないわよ。そんなことしたらあんたも無事じゃ済まないわよ。そなたは魔女にあらず、そしてわらわもまた魔女ではない。真の魔女への道は険しく、まだまだな。なれば好都合、今この場に元より魔女など存在はしないのだ。わらわが自らそのまやかしを剥ぎ取ってやろうぞ。私もあんたもしっかり堂々とした魔女でしょうが、赤が使えることこそ魔女の証。あんたにとって魔女の定義がどういうものか知らないけど、あんただけは無傷で済むなんて勘違いをしているなら今すぐ。勘違いなどしているものか。それでよいですって。魔女になど慣れていなかった。真の魔女になるためにようやくその道のりを歩き始めたのさ。もし今のわらわが魔女だというのならば、その力に覚えたとそなたに言われず偽りの魔女です。それは見すぼらしい姿だ。未練などない。そなたもろとも、わらわのこの姿も消し去ってくれようぞ。正気。やめなさい。私はまだ魔女でいたいのよ。人間は嫌なのよ。魔女様、どうかご着席を。人間側の受け手を、どうかご着席の上、お受けください。何をするの？話して。その女に赤を使わせないで。やめさせて。話せ。
ベアトリーチェ、後悔はないのですね。お師匠様こそ。ごめん、いっぱい楽しい魔法や幸せな魔法を教えてもらったのに全然上手に使えなかった。だからゼロから修行やり直してくる。そのバカ弟子の不始末に巻き込んで本当にすまなかった。良き弟子よ、最後にモテました。あなたの信じるままにお行きなさい。お前らが何の話をしてるのか俺にはさっぱりだ。だがこれだけは分かる、そして言える。ベアト、何をしようとしてるのか知らねえが、これからやろうとしていることをやめろ。そなたに手はない。しかしわらわに手はある。この一手逃せばあやつは魔女として真の意味で復活し、今度こそこの島の全てを支配する。全ての悪夢はあの女の自由自在となる。この島は永遠に邪悪なる魔女の妄想を繰り返す無限地獄に落ちるだろう。永遠にあの魔女の悪夢にもてあそばれてもよいと、そういうのか。だがお前が犠牲になることなんてないだろう。これは俺とヤツのゲームだ。お前が身を犠牲にして手を刺すことなんてない。俺が考える起死回生の一手を必ず考えるから。だから早まるな。思いつくから、だから早まるんじゃねえ。このゲームは残酷であるぞ。すでにそなたの兆候に制限時間を使い切っておるわ。もはやわらわしかおらぬ。安心せよバト、わらわが撃つ。あの残酷なる魔女、わらわが自らの手で撃つ。待て、ベアト、やめろ、よせ。お前が自分を犠牲にする必要なんて何もない。わらわを否定するためにそなたは戦っていたのだろうが、おかしなやつだ。あの子の好きにさせてあげてください。そしてどうか見届けてやってください。しかしバトラー、一つだけ頼みがある。耳を塞いでくれるか。耳を？どうして？わらわはこれより赤にて魔女を否定する。あやつの赤で敷き詰めた盤面を切り裂いてみせる。さすればわらわも魔女の姿を失うだろう。そなたもわらわが語る赤き真実を聞き、わらわの正体を理解することになる。そなた一人が耳を塞いだところで真実は何も変わらない。だがそれでもそなたにだけは耳を塞いでほしい。そなたの前だけでも魔女で痛いのだ。頼む。ベアトリーチェ様、魔女側問題ありません。どうぞ刺して。離せ！あんたもただじゃ済まないのよ。あいつおかしいわ。私たちを巻き込んで自分も死ぬ気よ。仮にも黄金の魔女が見苦しいぞ。さあ良いか、バトルの顔、
そなたのチェックメイトを外す。15人で死ぬ。3人しか残らぬチェス盤にて何が起こったのか。わらわがこれより赤にて暴く。その赤き真実にて偽りの魔女2人を共に貫いて殺す。教えながらどうして命を捨てられるの。黄金も魔法も全てを自在に操れる力を持つあんたがどうしてそれをあっさりと投げ出せるの。山を出す黄金であろうと海を裂く魔法であろうと手に入らぬものがあることを知る。さあ姿を現すがいいぞ。その正体を現せ。後ろ宮エヴァ。あんたが犯人なんだ、エヴァおばさん。気づくのが遅いわよ、バトラ君。